関連的その他坂口安吾私の小説が観念的だというのは批評家の決まり文句だけれども私の方から言うと日本の小説が観念的でなさすぎる小説が観念的でなければならぬというはずはないけれども日本人の生活には観念の生活が不足だと思われる観念もまた実際の生活で食欲 知欲、物欲、観念なしに、それらのものが野放しにされているような生活は、その方が実在するものではない。我々の思想生活というものは、観念によるもので、小説が観念的でなくてよいという場合は、観念生活の挙句、観念によって観念を剥ぎ取ることができたときにのみ、意味を持つものだと私は思う。従って、この意味の観念的でないことは、 観念によってそうなったということであり、私がサルトルの水入らずに感心したのはその点で、フランスの恋愛小説の歴史においては、最後の役割、現在までの、これからはさらにまた進歩の歴史は続くであろう、を果たしたものであったと思う。このことはまた別の意味にサルトルを介する手段ともなる。フランスの恋愛小説を歴史的に見たときには、 新しい手法としての意味があるがそれは一つの手法としてのことであって手法を差し引いて何が残るかこれは疑問だサルトルの生に対する消極的態度からは私は一流の文学は生まれるはずはないと信ずるものでそういう意味では文学はともかく生存の参加生存自体を全的に肯定し翌年を 積極的に有用善意の実用品にしようとする人生加工の態度なしに文学の偉大なる意味はあり得ない。サルトルが共産党員などというので、サルトルの文学に文学以外の読み方をする日本の批評家の精神的貧困は哀れ敏然たるもので、彼の文学はおよそ共産党などというものではなく、非常に安易な絶望、 非常に安易な欲望の否定で、憐れむべきオプチミストであるに過ぎない。彼がアナーキストだというなら話はわかるが、共産党員とは、そういう政治的救済を信じて、あの小説を書いているとは、でたらめ千番、いい加減な話である。しかし彼は、いわば小説家ではないのだろう。小説というものを何を書くか、書き歌わずにはいられない性質の天来の作家ではなく、 小説を手法的に探し、新手法というものに照らし合わせて、小説らしきものをでっち上げている。だから、手法的には、フランス恋愛小説史に歴史的な意味があっても、文学としては低い。小説を手法的に理解し、小説の作り方というようなものに称号して、綴り合わせている一人に、アンドレ・ジッドがいるが、そういう職人としては、ジッドの方が技がうまくて、 ちょっと本当の文学と区別つきかねるところもある。私はジッドではオスカワイルドの思い出だけが大傑作だと思っている。